23歳の誕生日に祝福の声。女優の浜辺美波が29日、自身のインスタグラムを更新。23歳の誕生日を迎えたことを報告し話題となっている。浜辺といえば先日、おはようございます。本日も、らんまん、ありがとうございました。万太郎と寿恵子は前を向き進んでいくことを決めました。新たな命の誕生とともに一歩ずつ、そんな中現れた77な郵便屋さんは、幸運の郵便屋さん、ジョイマンの高木さん。現場全体が明るく元気をもらいました、などと綴り、俳優の志木隆之介とお笑い芸人ジョイマン高木慎哉とのオフショットを公開した。このポストに対しネット上では、郵便屋さんに志木くんのそのポーズ、そしてとしえちゃんの笑顔にほっとしました、などの反応が寄せられ注目を集めていた。そんな浜辺、今回は今年も焼肉の日を無事に迎えることができました。22歳も楽しいことばかりで、ずっとずっと大笑いしていた気がします。とはいえ反省することばかりですが、落ち込むべき時には深くまで考え、反省を生かしてより一層前を向いて進んでいこうと思います。日頃より温かく応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます、と誕生日を迎えたことを報告。さらに人間ドックを今年中に初受診することを、生活とお仕事を元気に過ごすための目標とすることにいたしました、と話している。これに対しネット上からは、お誕生日おめでとう、一緒に23歳の焼肉の日を祝いできて嬉しい、みなみちゃんにとっていい一年になりますように、これからもお身体に気をつけてお仕事頑張ってください、などのお祝いメッセージが多数寄せられている。朝ドラヒロインや映画、CM など大活躍の浜辺、23歳になった浜辺の活躍にも期待したい。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。